ふわふわとろとろの卵は絶品。ポン酢醤油で仕上げたあんをたっぷり絡めて召し上がれ。カニカマ天津飯をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずボウルに卵を割り入れてほぐします。適当な長さに切り、手で裂いたカニ風味かまぼこを加えて混ぜ合わせましょう。フライパンにサラダ油を熱し、半量分の卵液を流し入れて菜箸で手早く混ぜ合わせます。これを2個作りましょう。同じフライパンに混ぜ合わせた材料 A を入れ、常に混ぜながらとろみがつくまで中火で加熱します。器にご飯を盛り、カニ玉を乗せてあんをかけます。グリーンピースを散らせば出来上がりです。フライパン一つでささっとできる時短で美味しい中華レシピですよ。ぜひお試しください。